なんで？炎鉱のキュービの中でも最強と名高い君だな。どこまで猿たちの言うになり下がるか、この下劣な鳥ごときが。やったからず、もうやめ。撃て。
さん、ようこそいらっしゃいました。解禁症ですね。70年くらいかも。そうですわね。でもいろいろなことがありました。こうしてここに来てくれるのはもう宗七さんとお頭様とカラス天狗様、それから鈴さんの4人だけです。加藤先生、圭次郎くん、伊代さん、トーニャさん、さくらちゃん、みゆちゃん、藤原さん、そうですか、安らかでしたか。皆さん、いい人生を送られましたものね。そうですか。いや、そんな。ですから、そんなこと言わないでください。まあ。私がまるで成長していないみたいじゃありませんか。私も幸せでした。幸せでしたから。ですから、どうか、ご賞ですから。おやめになってください。そんなの、宗七さん。私もずっとあなたが好きでいられました。宗七さんのこと愛してました。
トウコさん。しまった。もう一言だけ最後に言わないと。トウコさんに会えて本当に良かった。ありがとう。Thank you.